おっしゃ食ったおっしゃ食った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 、おっしゃでっけしゃーれーでっけー、最近のお得意なジミーやん。はい、吊るして足元のカバーで。トミーがジミーやん。ジミーっす。待ってドーン入りました。でっか入りました。水野さん早っ。よっしゃオッケー。まあベイビーベイビーベイビーでもないけどアベレージ、多分その辺でフィーリングしてたんですね。はい、オッケーと。はい、ボトムジャック、さすがです。まあ基本この時期はやっぱ条件いいとこのものとかね、条件いい場所を、まあ、丁寧に攻めないと多分結果として釣れないっていうあの感じになると思うんですけどね、まあ、その丁寧に探る釣りっていうところでトミーは普段からジミーシュリンプ使ってて、で僕はこれこの楽なテンプシージャック50の水あえて入れてフロロラインあえて使ってボトムジャックっていう、まあ、この感じ。うわ久しぶりに来た、ここいいんじゃない、このカレントの効き具合。デンプシー、ここはコンフィデンススモークが生きるわ。いつもより濁りはどう？いやこれめっちゃクリアなってる。あ、クリアなっちゃってるの。はい、なんか水が入れ替わってるって言ってたんで、もうそのまんまってじゃ普段より綺麗なんや。ちょっと一回上の流れ聞いてるところまで見てくるわ、はい、うん。このテトラの複雑なの入り方が、じゃあジミーシュリンプ釣れた？お、行く行く行く、出していきます。はいはい、何で釣れた？お、いつものやつやな。あ、いい魚や、めっちゃいい魚や。そうっすね、夏っぽい魚。ジミーシュリンプ、ね、本当だ。フリーリングか、はい、何グラム？5グラムです。お、はい、テトラにのエッジに今落としてたら、ラインが切りましたね。はい、オーケー、こんな感じで。まあ、もっと上流側にでかいのが、そういう図式になってんのやろね。うん、中入っちゃってんなと思って、まあしばらくはやってたんだけど。よいしょ、暑い、誰か入ってんねやな、こういうとこも。すごいな、みんな。 OK、
本当だ。ええやん。よし、出っ張りから行こう。結構水いい感じだね。ここはアウトがまあこうベンドしててね、流れが当たりますって中で最初のこう沖に出っ張ってるテトラスね、まあ、こういうところはやっぱ嫌顔でも流れって当たるんで、まあ、特に一発目、うん、大事だね。こういうとこは実際問題こう今流れてるっていうのは目で分かんないけど、まあ、どう考えても流れが当たる場所で出っ張ってるから、まあ、こういうとこだね。これ結構沖って深いの？沖が多分そこで2メーター弱ぐらいだと。2メーター弱ぐらい。そうですね。ここら辺も結構深いんですよ。うんうんうん。なので、まあ、アウトサイドやもんな。食うなら先端とかでしょうね。そうやな、ほんまそうやな。ちょっとでも流れの影響がな、はい、しかもこの辺一発目やし、そうそう、一番条件的にはね、いいね、今いてほしい場所だよな。オッケー。来た。よっしゃ。オッケー。バスこれ。バスだよな。オッケー。でかい。ナイス。オッケー。よっしゃー、ふっ、でかっ、太っ、夏パターン、デンプシーボトムジャークでした。ふっ、うわー、アウトサイド流れ当たるところのハードボトムね、一発目ふっと。いややっぱり便利でした。今日もデンプシージャック、はい、50のねボトムジャック、あえて沈めて使ってますと。はい、使ってよこれ。秋も横方向反応しだすとピンもやれて横もやれるから、こういうのまた秋向きやしね。はい、 OK、 ナイスフィッシュです。おーっす、よーちょい。最近デンプシーおじさんになってるから。いやこんなピー、この真夏の昼ますよ。みんな焼肉パンですよ。これが焼肉パワーだから。焼肉メリハリっていうのは大事でね、飯食うときは。お疲れ引っ張り出したっすよね。いやそう、ちょっとね上流側投げて、はい、こっちもなんかあるか分からんけど、はい、でもだいぶ大きかったね、45度に投げたから。でもやっぱこうちょっと回ってそうな魚やもんね、はい、白くてね、すげえコンディションいいわ。めっちゃ引いたこいつ。バビった。バビりました。
やばっ、よし、やばでっきり、あそこトミーやってるし、じゃあ次俺が流れを求めるならこういうとこやなと思って、まあ周辺やってて、そうそうそう、まあ狙い通りやったね。落ち着いた方がいいっすね。そう、まあ俺の好きな感じになっちゃうけど、夏パターンっすよね完全に。うん、あまだ大きかったかも。あでもこれまだ、そこってなんかある？なんもない。そこやちょっとテトラこぼれてる。あやっぱそうなんやな、はい、いやなんかそんな感じがして、この角度か、はい、もうちょい、もう今30度ぐらい、マスター 前ぐらいにこぼれテトラを入ってます。あそうなんや。一番先進ここあるんですよ、 2.5 とか。あでもこれぐらいは、はい、これぐらい、これぐらいのってやってた。まあ、だからサーチしながらよね、はい、だからもうピンも打てるけど、まあどっちかって分からん状態で、はい、いやなんとなくあやふやだけどこの辺みたいな、はい、ね、ここもこの辺みたいなストレッチがあったら、はい、割ともうあとはもうこうやってやっていくだけやから。そうですよね。うまい、ガンガン流れ聞いてるやん。サウナ、はあ、っち、汗がやば、よし、さあ昨日釣ったとこっすね、ここは。ホワイトで、そんな簡単にはこんな。さあ夕方ですね、いろいろ夏のポイントはやってるけど、そりゃそう簡単には来んね。まだねタイミング的にはちょっと早いなと思いつつも、まあ、いい場所なんでね、ちょっとまあ少し早めからしっかり時間かけて待ってやろうかなっていう感じではいるんで、ちょっと早いんですけど来ました、はい、朝釣ったところね、なんとか。いやーまあここでフィーディング入ってくる魚をなんとか、まあ、当て込みたいな、なんとかね。さっきちょっとね、下流側から見た時にその辺に鵜がいて結構ね捕食しとったんですわ、ベイトを。多分やっぱりベイトもね入ってくるし、めちゃくちゃ浅いんですけど、やっぱりいい水の流入があるんでね、こう光量の低下とともにすっとこう浅い方に刺してくる魚とか、まあ、風今ここ当たってるんで、この風の影響で浅いとこに入ってくるとか、何かしらその動く魚と、まあ、出会えるんじゃないかということで、まあ、最後簡単ではないけどね、簡単ではないけど、なんとか今日いい釣りできてるんで、こういうとこで最後当てたいね。
っしゃ、オッケー、おっと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 、オッケー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 、入ってきたと、オッケー、どうしよう、パキを持ってったわ、めっちゃ気持ちいいやつ、よし、狙い通りね、入ってきたね、流れと風といい条件が絡むと、まあ、浅いんだけど入ってくる、浅い方に、それを添付しボトムジャックでバキュンと走ったわ、 OK、 こっちも今んとこなんもない、まあ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 十分よ、うん、ダメだったか、こっちも結構時間かけてんだけどな、まあ人間が動くよりはひたすら待とうと思って、ここもまあ川だからね、つまむポイントは日々変わるしね、夕方は最後は不発ではあったものの、いい釣りだったね今日 ね、 そうですね、トミーの5時アップから始まっていやーよかったっす、夏ですね、まだ現状は夏だった ね、 夏ですね、完全に流れが一番当たるところで、はい、という感じで、まあ小規模なクリークとかに入らずに本流の中で流れ効いてるところで、コンタクトする魚を狙いましょうっていう釣りが、ね、今日はなんとかかき集めて、はい、リミット5本、そうですね、はい、よくやりました、はい、ということでまた来ますんでね、トミー、お願いします、また楽しい釣りしようや、そうっす ね、 ね、まあちょっと寒くなってから来る可能性も高いけど、はい、この感じだと、はい、ということでありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました、お疲れ様でした、暑いな、はい、あー何リッター飲んだよ今日